マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。これから毎日のマインドフルネス瞑想を行っていきましょう。この瞑想はマインドフルネス瞑想によって心を整えながら、アファメーションによってポジティブな言葉を自らの潜在意識に浸透させていきます。この瞑想を毎日行うことで、ストレスが低減されるだけではなく、潜在意識が活性化し、自己肯定感が高まります。ぜひ繰り返し取り組んでください。それではあなたが一番心地よい姿勢で取り組んでください。リラックスして体の緊張をほぐしていきましょう。それでは目を閉じてください。この時間、この誘導瞑想に集中していきましょう。まず深呼吸を繰り返していきます。鼻から息を吸って、口からゆっくり吐いていきます。大きく吸って、ゆっくり吐いて、全身の酸素を入れ替えていきます。深呼吸を繰り返して、新しい自分に生まれ変わっていきましょう。心を整えて、今ここにいる自分だけを感じていきます。落ち着いてきたら、普通の呼吸に戻していただいて結構です。それではまず、自分自身に対して感謝を深めていきます。ありのままの自分を見つめ、受け入れ、その自分が一生懸命生きていることに感謝します。この体、この心、すべてが大切な自分です。自分にありがとうの心を送ってあげてください。
そして今日という日が与えられたことに感謝します。今日という日は過去の延長ではなく、新しい未来を作る始まりです。今日も新しい一日が与えられていることに感謝を深めていきましょう。昨日までのことを思い悩むのではなく、これからの未来に目を向けていきましょう。毎日新しい未来を作るためにやり直す機会が与えられています。昨日までのことを忘れて、今日、新しい一日を作っていきましょう。今日の出会いに感謝します。今日も体が動いていることに感謝します。全身を感謝のエネルギーで満たしていきましょう。それでは次に、許しの時間に入ります。まず、自分を許します。自分を責めている思いがあれば、それを手放していきます。そして人間関係で引っかかっている人がいれば、今日は許してあげましょう。今日は特別な日です。今日は特別な許しの日です。過去を振り返って考えるとイライラする人や、自分にひどいことをしたと思っている人も、今この瞬間特別に許しを与えましょう。そして何の引っかかりもないすがすがしい心で満たされていきます。
最後に自分の理想の姿をイメージします。あなたの現在ただいまの心が感情を作り、未来を作ります。その心に遠慮なく理想の姿をイメージしてください。今日はあなたの未来への門出です。今日あなたは新しい一歩を踏み出します。今日からあなたは素晴らしい人生を歩んでいきます。そして心を愛と感謝で満たしていきます。そのようなあなたは多くの人から愛される人です。今日も優しい笑みを浮かべて平和を感じています。その心の平和が潜在意識を活性化させていきます。あなたは豊かになります。あなたは成功します。あなたは幸せになります。そのためにあらゆる奇跡が与えられることに心を開いてください。そしてこれから起こる奇跡に感謝します。理想の自分を受け入れ、現実が変わっていくのを実感してください。